カヤさんのブースに来ました。これ何？キットですね。それを聞いてるわけ。はい、その何なん、その書いてあることを今読んでる。俺もできんの。キットですね。はい、わかります。はい、はい、それからさっきの話です。これ何ですかという話です。はい、私から見たらこれ辞書ですね。いやいや厚みはそうですけど、まあ、ね、工事園ですか。いやいやいや、ロボットのキットです。これプラモデルと。そうですね、プラレジンですね。そう、レジンですね。何でしょう、プラじゃなくてレジンという、プラはプラスチックですよ。これあの素材がレジンというのを使ってる。ああ、はいはい、ってなるか。知らんとなるわけない。そうね、あレジン、はい、レジン、はい、ガジンか。プラモ分からん。ちょっと待って、ちょっとハイブスター、これですか。あ、そうです。これ5万円ですね、ヤクトミラージュ。え、ちょっと待って、よく分かんない、俺もう価値の問題が分かんなかった。皆さん、あの新しいやつ紹介してくださいよ。あの何でしたっけ、あのゴールドとかの新しい、はい、新しい塗料、ね、ギルティングワックス。はい、あのまあ素人なんですけど、はい、でって話ギルティングワックス、はい、読んでるだけなんです。それは私でも分からない。これ結構中がクリーム状の結構固形の塗料になってまして、でこれをそれを布とかティッシュとかにつけて、塗るとちょっとスチームパンクっぽい仕上がりになる。へえ、すごい。そうなんです。なんか作品とかないんですか。すごい、こんだけいろいろ喋ってる間もバンバン塗料が売れてきますね。そうですね、バンバン売れるんだ塗料って。ジェルティングワックスのゴールドで、でこれティッシュで下地を黒にして、え、ティッシュをにちょんちょんってつけて、ちょん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 ってつけただけですか。はい、こすりにつけたら、すごい、こういう感じの綺麗にしてきるって。これ、はい、すごいんだこれ。もう多分、はい、そのワックス具合っていうの開けられる。お、すごい、はい、ってことなんです。わ、欲しい。なんかドロッとしてる。そうなんです。もうこれ以上持ち上げたらえらいことになったからさ。わ、これ欲しい。ドアって出たの、ドアだから本当にちょっとつけてちょちょちょってできるってことですよね。そうですね。で、エナメル系の溶剤で薄めて筆塗りとかしても、エアブラシでは拭けないんですか。そうですね、一応エアブラシで拭ける薄めてあるタイプ。ああ、ゴールドのが拭けるようなやつもあるんですね。もう、はい、発売してます。なるほど。わー、ギルティングワックス欲しいな。どれギルティングワックス。あ、このこれですね。トビ先輩なんだから買ってあげなよ。いいですか。はい、じゃあ5個ずつ。あ、はい、5個ずつって何ですか。いや、1個でさ、いや、もう分からんかな、お菓子とかでさ、はい、はい、1個だけよ、まあ、分かるじゃん、うん、でも、大人だよ。大人なのに1個って、子供だけで1個は散々我慢しました。5個ずつ。いや、5個ずつだと2万円になっちゃう。1個1000円になる。あ、ごめんごめん、今200円じゃん。あ、あ、2万円になるの。はい、5個全部買ってそんな時もある。ダメですよ。どれか1個、どれか1個、はい、え、じゃあ、え、ポークにプレゼントするの。ポークにプレゼントします。じゃあ、これ選んでいい。これいいですか。そうなんですか。それ5万円になる。やったー、やったー。それ5万円になるんで、これ1個。やったー、1個選んでいいって言ったじゃん。いや、ギルティングワックスの方だったんで。ギルティングって書いてある。書いてないですよ。ギルティングって書いてある。書いてないですよ。もうこの箱のまま家に飾ります。いや、作ってよ。欲しい。欲しいっす、はい、やった、ゲット。ゲットじゃないです。5万円払ってください。じゃあ、すいません、すいません、すいません、給料から引いといてください。お前、給料5万もないです。